ああ、呼んでくれると思っていました。やはり私の才能が必要なんですね。見ましたか、社員の皆さん。これが私とあなたたちの差です。おはようございます、社長。私とモルモット。いや、他の社員たちは真面目に勤務しています。最近は人についてもたくさん研究しています。もし一言で人間を操ることができるのなら、実に素晴らしいことだと思いませんか？会社で働く人って本当に単純だと思います。社会という枠組みに閉じ込められたまま自由意志を語るなんて。優れた因子同士ならお互いの存在にすぐ気づくでしょう。社長も私と初めて目が合った時、それを感じませんでしたか？邪悪な陰謀なんてものはもううんざりです。しかし、社長のお望みなら喜んで計画しますよ。心配しないでください。私的な研究はしませんから。あとはこの試薬さえ完成すれば。いらっしゃいましたか？実験、いや、任せられた仕事は全部終わりましたよ。戦闘？隊長は見物するだけじゃないんですか？こんなに使えそうなものがたくさん。劣等な社員はこれを機にクビにしましょう。え、何ですか、その目は。これは契約内容と違いませんか？張り切って戦いなさい、奴隷ども。ありがとうございます。ほう、興味深いですね。いいでしょう。これで休まずにもっと研究できますね。なぜ、どうして私をさらに強くするのですか？私は戦闘員じゃありませんよ。やっぱり私が必要なんでしょ？いいでしょう。こんな植物的な感情表現も悪くないです。新しく始めたいプロジェクトでもあるんですか？学者に必要なものはお金ではなく探求する対象ですよ。扱い方が間違ってる。私は戦闘はできないと警告したはずですよ。許さない。